はい、では行きましょう。潜水艇を探しに行きますね。で、あとゴールドスプレーは極力使わず行きたいなと思っておりますよ。レベルをもう上げていきたいから、そろそろだって最終局面に近づいてるとは思うので。ここやったっけ、ここか。入れる？海炎1号と書かれている。マグマ弾がカイナから奪っていた潜水艇だ。ほうほうほう、これで上がるの？中に入るんじゃなくて上がるんや。海底洞窟、曲がまたいかついな。いやー、怪力持ってないで大丈夫か。めんどくせー、取りに行かなか。まあ、ある程度行けるところまで行って、最悪怪力は誰かに叩き込もうか。どうしても無理やったら菊丸とかが持てたら別にそれでいいんですけど。怪力、うわ、いるわ。もうだるいなー、マジで。だる言うたらあかんね。いや、まあ、マリルやね。じゃあみんな覚えられるっすね。結構覚えられる。結局マリルですよ。まあまあまあ、一番まあありがたい。全部使わなあかんねや、技を。ここで砕いて、そういうことやんね。多分向こう押していくんじゃなくて、怪力で全部マリル大活躍、マジで。こういうことですよね。あ、もういけんのか。おらー、お前このままなしちゃおらー。お前らはこんなところで何をしてんだー。エイサー、負けねえぞ、負けねえぞ。モヒゴン、マッシャット、オッケー、ワフワフ。よし、ちょっとだけふと思い出した、確認させてください。ライチュウの次、これは僕はもうないと思うんですよ。ここはないと思う、空いてるけど。で、確認しておきたいのが、アブソルは分からんけどないやろなと思うけどな。ちょっと待ってくださいね。確認しておきたいのが、今持ってるやつでまだ下に入ってないかどうかを確認しとかんとね。コドラ、ここね。いや、まあ絶対行くな、絶対行くっすね。これだけはだから進化さしといた方がいいから、さした方がいいと思う、ここは。なんでポケモンスタローン、ここで学習装置持たせよう。とりあえずキクがもうレベル44到達したんで、僕的には一応目標は到達したので、こっからは他の人にも流し込みつつキクも使っていくって感じで、ある程度流し込んでいきながらね。モヒーゴ的な扱いでいいと思うんですよ。聞かねえよ、おらー。よし、あくまでもキクは先頭に出して鍛えてはいくんですけど、今後も。
いろいろやらせる、やらされんな。総力戦だ。おう、すごい迷路やね、なんか。めちゃくちゃ迷路にしてんな。なんか意味あんのかな。バーンバーン、わ、いけへん。めちゃくちゃ迷路にしてるやん。これは水流がある。これ絶対流れるやつ。あ、流れるやつや。ちょ、待って、外海に出れないパターン。出れるこれはここでいいのか。あかん、戻されちゃダメ。言うて洞窟モンスやし、レベルも低いな。大したことはなさげ。最終あのボスがおるんでしょ。もうでもラストぐらいやと思うんですよね。あのボスと戦うことになるんやと思うんですけどね。こうか。来たっぽい。よっしゃ。おったおるぞ。ふん、転がし。いや、まだ下っ端やな。潜水艇もないのによくここまで追いかけてきたわね。大したお子様だわ。でも邪魔されると面倒なのよね。天気研究所の借りも返したいし、ちょっと痛い思いさせちゃうから覚悟しなさい。長いセリフ。よう喋らはるわ。バクーダ。この辺だけはやっぱちょっと苦手なので、お菊さんはど忘れ。特防上げ、これで多分一撃で倒せなくなる。いけんのかい。ナイス。グラエナ、もうこのまま行こうか。こいつもうっとしいっすからね、マジで。なんやかんやでうっとしいっすよね、こいつ。なんか見た目と違って特殊系めっちゃやってくるから。オッケー。よしよしよし、合ってそうやね、この方向的には。正解の方には突き進んでると思いますね。撃てー。しゃあ、やられる。ほうほう、どうしますか。トリックやぞこれ。カチカチやな。無理じゃないこれ。これトリックやぞこれ。無理じゃない。あ、いけるか。こういうことか。いや、トリックやな。
押しちゃったらダメってことやんね。ということは山のこうしかない。こんなトリックを持ってきやがって。わ、レベル35、高い。エサですけどね、キクとチタローンに。キクがこのズバットの肉をチタローンにちょっと分け与える。弱っ、しょぼ。こういうこと。うん、転がし感がすごい。技マシン26。見てみようね。一回技マシン使ってもいいよな、なんか。ちょっと見ていってみようか。硬い翼を大きく広げて、そのまま敵に体当たりする。メロメロもいいですよね。2ターン眠り、体の異常と体力を全回復。いいもんないね。もうダイモンズぐらいかな。シャドーボールか。ポケモンが懐いているほど与えるダメージが上がる恩返し。恩返しはまあピカチュウとかにはめっちゃいいんじゃないの。あと吹雪。水のやつがないよな、水系が。恩返しはピカチュウ覚え、みんな覚えれんねや。ちょっと覚える？電光石火外す。確かに即攻撃はいいんですけど弱すぎるので、恩返しの威力ちょっと見てみたいな。何？何？何よこれ。どえらいのんぞ。おい、やはり君だったか。どうだ見たまえ。超古代ポケモングラードンが静かに眠る美しい姿を。私はこの日が来るのを長い間待っていた。その人はまさか君がここまで食いついてくるとはな。だがそれももう終わり。私の目的達成のため君にはここで消えてもらう。曲がグラードン。こいつを狙ってたんや。グラードンを狙ってたんや。ゆけきくまる、グラードン出してこないですよね、まさか。恩返し行ってみよう。今までの恩を全部返してくれ、聞く。弱い。全然恩感じてない。何にも恩感じてません。嘘でしょ、聞く。聞く、恩感じてない。バカな。いや、割といろいろずっとやってきたで。ポロックこそ上げてないけどやな。ちょ待って、ちょ待ってくれや。いや、恩返し余計やったんちゃうか、これ。こっち混乱してるしね。交代や。なんでこんなことなんねえ。エースがいきなりの恩返しミス。なことなんのかよ。いや強いっすね。怖い顔。素早さガクッと下がった。向こうの素早さを下げたにもかかわらず。いや腹立つこれ。混乱やや、マジでもう。やってしまえ。よし。オッケー。
クロバット、いや本来さ入れ替えたいんですよ。キック投入します、回復します、1ターン目。おお何これ、ちょっと違う進化してるわ。ただダサいわ、なんか色も明るなったな、顎もなんか出たし、なんか出さない？クロバット、あ、混乱は収まってる。シャーン入った、いけんちゃう、よーしいった、さすがです、腐ってもエース。バクーダ入れ替えます、モヒーゴでマッドショット連打でいけるはず。松房も変わらんな、やってくることはレベル上げただけっすね。追い込んだ、完全に追い込んだ。うおー火力は高いけど、あやるやん、マッドショット使ってよかった、これは仕留めきれてない可能性。よし、危ね危ね、よっしゃ、いやそれなりに危ないっすね。下の35、この私がまたしても負けるとは。まあまあ強かった強かった、うん、さすがと言うべきか、君のその力は認めよう。だが私にはこれがある、この藍色の玉があればグラードンを。藍色の玉が勝手に輝き始めた。わわ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 、どうなんのおい、近づいてきてる。え、飛んでった。私は何もしていないのになぜ藍色の玉が。グラードンはどこへ消えた。外にいる団員からの連絡か。どうした、太陽が激しく光っている。そうだろう、それこそが我々マグマ団の目的、大地を増やすためにグラードンを目覚めさせた理由なのだからな。予想以上の暑さでこのままでは自分たちも危ないだと。ほう、とにかく様子を見ているんだ。藍色の玉でグラードンが目覚める、そしてコントロールできるはず。なのにどうしてグラードンはここからいなくなった、なぜなんだ、なんてことだ。君はとうとうグラードンを目覚めさせてしまったな。このまま永遠に日光が照り続けたら、世界は一体どうなる。すべての海は干上がってしまうぞ。もう望んでたことちゃうの。藍色の玉があればグラードンをコントロールできるはず。そんなことが。とにかく今はここで言い争いをしている暇はない。外に出て確かめるといい。目の前に広がるのが君の望んだ世界かどうかを。ユウオ君も早く外に出るんだ。え？なになに？ひどい有様か？わからんわからん。どうなってんねん。とんでもない間違いを。私はただ。わかったか、松房、君のしたことが。どれほど愚かなことか。とにかく急ぐんだ。これ以上ひどくならないうちに何とかしないとな。我々アクア団はこうならないようにマグマ団を追っていたのだ。君はよく頑張ってくれたが最悪の状況だよ。こうなっては子供の君には何もできないだろう。ここは我々に任せておきたまえ。どうするつもりなん？超古代ポケモン、なんというパワーだ。伝説ポケモンじゃないねや。超古代ポケモンなんや。なんというパワーだ。すべてのバランスが崩れたぞ。え？なんやねん。びっくりしたな。大悟来た。ひどいな。このままでは方園地方、いや世界中が干上がってしまう。いや、全然大丈夫やけどね。パッと見は。この激しい日照りの原因、真っ赤な太陽はルネの上空に浮かんでいるのか。ルネの上空に浮かんでいる。ルネに行けばわかる。君が何をするつもりかわからないけど無理だけはするなよ。やめろや。背中押す感じやめろや。なんやねん。何の問題も情けないよ。ピッカ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 を言ってる、確かに。音がピッカピッカになった時、まあ、確かにすぐ明るい。日差しが強い。はあ。はあ。ダメージ食らうことがあんのか。ほら、これがほんまの恩返しじゃい。
ちょっと待って、ほんじゃもう空飛んで行こうか。いけるっすよね、多分。ルネシティ。日差しが強い状態めんどくさいからな。あこか、あの洞窟みたいなところ。ちゃうちゃう、あれ持っていけばいいんじゃないの、もう一個の方。多分持ってるっすよね。なんかほら一個だけもらった玉あったやん。何やったっけ、紅色の玉や。ほらこれで封印するんですよ多分。でも仲間にできるはずやけどな。みんなどうなってんのこれ。あそこのジジイが怪しいと僕は踏んでますけども、いやもう眩しいなこれ。これほんまにまだ大惨事起こるよ。あ、おった。ゆうおくん、君も来たのか。こんなひどい日照りなのに。そうだ、彼の話を聞いてくれ。誰？あ、みくりさん？はあ。目覚めの祠を守る者。この日照りは目覚めの祠からの力によって起こされています。はあ。それは紅色の玉。わかりました。私についてきなさい。紅色の玉持ってる者が入れるの。人が、ポケモンが生きていくのに必要な光なのに、どうして僕たちを不安な気持ちにさせるんだ。ルネの真上に見える太陽はさらに輝きを増して、方圓すべてを照らし尽くす。このままでは。なんか、変なやつおるで。この先が目覚めの祠。私たちルネの人間は、この目覚めの祠の中に入ることを許されていません。ですが、君は行かねばならない。その紅色の玉と共に、祠の中で何が起ころうとも、何が待っていようとも。ゆうおくん、君が紅色の玉を持っていたとはね。大丈夫、君と君のポケモンなら何が起きてもうまくやれる。なんなん、すごい怖い、すごい嫌な感じ。戦うんかな。セーブしとこうか。これを忘れたらやばいね、マジで。おるかもしれん。さっきのやつとの限界バトルになるんかもしれん。ほなもうマスターボール即投げやけどな。フラッシュ、フラッシュ誰も持ってないか今。フラッシュいらん思って持ってきてない。なんか変な音してる、怖い。フラッシュいるかな。いやー、ちょっとフラッシュいるかな。もうめんどくせえなー。うわ、こいつや。取りに行こうか。奥におるな多分これ。フラッシュ要員取ってくるか、このまま行くか。ちょっともうちょっと行ってみようか。長いかなダンジョン。なんとも言えませんねこの感じは。すぐおるんかと思ったらそういうわけでもない感じやね。ガゴーンみたいな音したやん。なんとなく進んではいるけど、俺こう揺れてるよ。まあ一方通行ではありますね。ガオ。あかん、めっちゃ見にくい。戻ろうかな。引けてるっていうか、もう後には引けへん感じになってきてる。一方通行なのよ。秘伝マシン07、秘伝マシン来た来
来たー。いやでもちょっとこれラッキーかもしれん、もしかしたら。ちょっと待って、秘伝マシン07だけ見て、一応むちゃくちゃラッキーかもしれん。何がラッキーか、こいつは捕まえますよ。滝登り、メスカワシがいけんのよな。メスカワシがもう、いやもうパンパンやで、言うて、うちパンパンや、俺もう。そもそも滝登りをモヒーゴでいいんじゃないのか。モヒーゴで良さそう。水鉄砲の代わりに滝登りでいいんじゃないの。ほら、てか波乗りのが強いまであんねんけど、命中100の威力80で、モヒーゴ滝登り行こう。どっか滝登らなあかん場所また来るんでしょうね。こーわ、竜王の紅色の玉が突然輝き始めた。おーおーおー、どうなんのどうなんの。こいつ絶対炎やもんね。うわ、来た来た来た、いやいや、近づき方、これ加トちゃんのドリフのエンディングの時の加トちゃんの近づき方、恐竜、これグラードン、かっこいい、ゾイドみたい。かっこええやん。野生のグラードンの日照りで、野生のグラードンって、いやこれもうマスターボールやで。GO! うわ、紫なんや。おい、ナイスー！よーし！よし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 。来たー！大陸ポケモン。いや、もうゾイドやん、これ。うわ、大地を盛り上げて大陸を広げた。ポケモンと神話で語り継がれている、海王が都市島の末眠りついた。あー、なるほど。サファイアもしプレイしてたらそうなのかもしれん。これゴジュラスやね、完全なるゴジュラス。きたー、かっこええな。ゴジラじゃない、ゴジュラスっていうゾイドがあったのよね。ゴジュラスマーク2とか操作して僕クリアしました。ゴジュラとじゃない、クリアしたから。ゾイドのゲームを見てくださいね、よろしければ。パソコン転送された、パソコンに転送したるなよお前。ちょっと待って、帰れるこれ。めちゃくちゃ不安やねこれ。いけるかな。そんなに難しい道のりではなかった。めちゃくちゃ不安。こういう時は壁際から離れなければ帰れる法則やね。よし、ちょっとでもレベル、なんぼでしたっけ、45ぐらいやったよな。もういきなりエース候補、いやーめちゃくちゃ嬉しいんですよ。まあそもそも炎系のやつが全然今回出てきてない気がすんねんけど、野生では。まあほんま欲しかったじゃないですか。そこが一番足りてなかった要素やったんすよ。その炎の部分を補填できたので、もうパーティーのバランスとしては最強に近いと思うんですよね。すべての始まりは目覚めの祠、すべての終わりは送り火山。ポケモンも人もどこから来てどこへ行くのでしょう。知らねえよんな、また。ちょっと仲間入れたいけど、誰を外すっていう問題が出てくるぞ、これ。かぶってる人を外すか。あ、そうや、ジムも行かなあかんし。
ちょ待って誰外すこれ。空を飛ばないのであればもうキングギドラでいいんですけどね。こっからどれぐらい空を飛ぶ需要があるかやねん。マリルは外せない。まあ、一回ちょっと一回これでいこう。いかちいなこれ。よしで、なんか炎ポケモンのやつあったやん。木炭やったっけ。木炭引き出す。確か木炭やったと思う。炎タイプの技の威力が上がる。これこれ。真珠預けよう。やった、嬉しいなマジで。こいつは使いますよマジで。ちょっとまず見ようか。まず持たせるだけ持たせて、まあ炎タイプでいいよね。それも分かってないんやけど、炎タイプなんですよね。戦闘で日差しを強くする。え、タイプ地面やん。あ、ダイモンズ覚えてる。地面なんや。切り裂く、ビルドアップ、自身、ダイモンズ。鋭い構えや爪などで攻撃、急所に当たりやすい。体を鍛えて攻撃と防御を上げる。地面を揺らした攻撃、飛んでる敵以外に大ダメージ。ダイの文字が全てを焼き尽くす。敵を焼け出させることがある。強いのよ、ダイモンズが。まためっちゃくちゃ強いから。激しく揺れてんな、ほんで、なんか。すごい揺れ方してるな。いや、これ嬉しいっすね。これめちゃくちゃ嬉しいわ。どれぐらい強いんやろう。ちょっと未知数ですけども、よし、じゃあここのジム次回行こうか。で、多分滝登りが使えるようになるんやと思いますので、はい、で滝で登らなあかんとこ行くんでしょうねっていう予想がつきます。はい、まずは次回ここ攻めます。